1980年代から1990年代の銀塩フィルムのパッケージ群。銀塩写真は、看板や写真フィルム、さらには、銀河紙に銀塩を観光材料として使用する写真術による写真である。銀塩写真のうち、写真フィルムを使うものをフィルム写真という。銀塩写真用のカメラを銀塩カメラ、またそのうちで写真フィルムを使うものをフィルムカメラと称する。 銀塩写真においては、フィルム等の観光媒体の表面にある、ハロゲン加減を含んだ観光有材に光を当て、戦像として記録する。その後、ゼラチンシルバープロセスなどの処理方法に沿って現像し、さらに引き伸ばしによって写真を得る。これらは伝統的にはすべて工学的及び科学的な、過程のみで行われていた。近年では、 撮像素子によるスキャンやプリンタによる印刷などといった機材が途中に入ることもある。随一、単純化したフィルムの構造。乾板が捨てれた後は、もっぱら写真フィルムが使われている。その構造は、カラーの135フィルムを例にとると、随一のようである。フィルムベース、写真用フィルムの規定、指示体、ポリエステルやトリアセテートセルロースでできている。 下塗り層ハレーション防止層。乳剤層を通過した光が、フィルムベースで反射するのを防ぐ。赤完成層乳剤層、ゼラチンに塩化銀を水と混和させたもの。緑完成層乳剤層、ゼラチンに塩化銀を水と混和させたもの。黄色フィルター余分な青色光の透過を防ぐ。青完成層乳剤層、ゼラチンに塩化銀を水と混和させたもの。 紫外線吸収フィルター可視光線の外側にある紫外線を吸収し青色のかぶりや赤色に濁るのを防ぐ保護層フィルム表面の最も外側の層で乳剤が傷つくのを防ぐ可視光線カメラに装着して使われる観光材料の代表的なものは写真フィルムと看板であるまたプリントに使用されるのは因菓紙である原理上通常の現像プロセスでは 音量が逆転したネガ画像が得られる。ポジ画像は、プロセスを2回重ねることで、ネガのネガとして得るか、リバーサル現像によって得る。特に、カラーフィルムでは、リバーサル用に設計されたフィルムがある。由来としては、アンバコの意である、カメラオブスキュラを略したものだが、今ではもっぱら写真を撮影する機材を指して、カメラと呼んでいる。通常、露光によって得られる線像は、 そのままでは、歌詞ではなく、高化学反応が続けて起きてしまうのでそもそも見る、ために光を当てることもできない。戦像から歌詞な像を得て、それを固定するプロセスを現像という、元素の銀が原材料として効果であるといった理由から、銀塩以外を利用する写真術が研究されている。一般写真用としては広く、一般に普及はしていないが、原理的には、 その一種である青写真は副写用としてかつては多用されていたし、電子写真という語もかつてはもっぱら普通紙コピー、いわゆるゼログラフィ方式を指していた。価格反応を利用して劣化した銀塩写真を修復する方法があり、日本の村林高尾が特許を持っていた1999年7月登録のため、2019年7月が期限であったが、 特許料未納により2009年7月に本権利は消滅されている。ありがとうございます。